5人の競輪ギャルが100万円目指して競輪に挑戦。目指せ100万円競輪ギャル。この番組は5人の女子たちが100万円目指して競輪に挑戦。ルールは簡単。 Facebook のいいねの数が分子金に。いいねを獲得するごとに10円を加算。集まった分子金をもとに資金を投入。そしてその分子金が100万円になれば勝利。分子金がなくなれば次。果たして競輪ギャルたちは100万円をゲットできるのだろうか。4番来た。来たでも難しい。52からの3番が伸びてくる。3番伸びてきた。あ、本当だ。3人。やったー。なんと今日は当たったんですよ。その3枚いかなかったらちょっと苦しいので絶対勝ってくださいね、うんうん、まあまあこの間勝てたんで余裕ですよ。勝たなかったらもうすごいすごいからね。すごいからねすごいなんなんですか。すごいからね。すごいなんなんですか。今日すごいからね。うん。で、今日3万取って次10万円台に乗せてっていうふうにステップアップしていかないとちょっと苦しいので頑張ります。なんかそこは控えめえな。強気じゃなかった。いや、なんか今までビリだったからちょっと一瞬プレッシャーかけられたら負けちゃって。なんか可愛らしいところ。ちょビリのなんかいいですね。なんか可愛らしい。あれがね、残っててまだ今場が和やかになった。ありがとうございます。そう、スタッフの皆さん冷たいんでね、たまには和やかにしてもらわないと。難しいところでさらにこうジャンプアップ。おお、配当がね。そう難しいところの方がいいね。これはねもうねどこ買ってもいいですっていうね。しかもこれ一番大事なねラインが、はい、から。そうなんです。そうなんです。点数も皆さんこうつけがたい点数です。そうなんです。しかもね初日。はい。なかなかねこう調子がわからないんですよね。一回走ってみないと。ああ。一番高い人は。はい。9番。107点のこの人なんですけど、はい、見てください、先行ゼロっていうね。そうなんですよ。そうなんですよ。そんなことあるんですね。そうです。あと先行する人、うん、見てください、先行回数多い人。3番です。3番。9回してますが、はい、がまくり9回。ほとんどまくりなんですよね。だから先行あんまりしない選手なんですよ。難しいですね。というと、あといないじゃん。はい、先行がねいないレースなんです。前に誰も来ないって前に誰も来ないという、ね、前
前嫌い、うん、前嫌いみたいなね、前にどんどん出てがアグレッシブにいかないっていうね。あと大事なね、これね、神戸さんに特に勝ちたい気持ちがないっていうね。ありますよ、めちゃめちゃあるじゃないですか。何言ってるんですか今更。神戸さんね、ふわっとしたその感じ、多分家にはね金たんまりあるんでしょうから。ここでね、鈴木さん本当じゃないですよ、やめてください、そういうの。そうですね、神戸ミューは皆さんの応援がないと生きていけません。よろしくお願いします。もう静かになるのやめてください本当に。いい間を持っていらっしゃる、うん、その間しかいただいてないんですけど私。だからまあいいですか、戻って。どうぞどうぞ。神戸さん好きな選手買ってください。冷たいな。まあ9番はね、やっぱり9番ね、そうですね、9番は得点も高いですし、うんうん、どこかには入れてあげたい。 1,2,3 着のどこかには入れてあげたい。そうですね。あとはどうですか。あとはもうどれも本当にあれなんですよね。そうですね、あとは人を見るしかないんですけど、まあ、強いて言えばこの7番の方、山形さん、はい、もしもね、あの位置取りが上手です。あ、位置取りが上手なんで、私はこれね、僕はね、あの7番と9番、はい、7番と9番、ですね、え、そうでしょ。これ難しいです。なんとなくなんですか。ね、なんとなくです。おお。これね、参考に買ってください。冷たい。嘘でしょ。これか。うん、え？信じてくれるの？鈴木さん枠はちゃんと100円でもいいからかけとこうって思って、うん、はいはいはい、ありがとうございます。でかけて失敗したら100円ちょっと横取りしようかな、うん、いいや、何でもいいかな。冷たいな本当に。この中から考えよう、これから考えよう。はい、どう、え、どうですか鈴木的に。鈴木的に、ああ、あの、なんか何わかんないこれ。おここ5年ぐらいで一番わからないレース。7、9、15倍、15倍はどうしましょう。400円です。なるほど、お時間には十分ご注意ください。そも同じだね、同じぐらい、400円、はい、同じぐらいだね、それも。つまんないな、4000円になっちゃった。ないのに、ないのに。42倍はいいんじゃない、それはもう。200円で、それ300円ぐらい、300円くらい、そうすると1700円、残り1000円、残り1000円、残す、え、残さないの。1000円残しておきましょうか。え、ちょっとさ、はい、3連単も買っとかない、やっぱり。あ、そういうことね、うん、3連単も買っとこう。ちょ、神戸さんが好きな人でいいです。その、なんだっけ、9の9、違う、これじゃない、9、下、9、9番はもう全部やるでしょ、1、2、3、そうです、そうです。9番、うん、7番入れときましょうよ、鈴木さんの好きな97の1、3、うん、そんぐらいでいいんじゃないかな。ちょっと100円ぐらいです。あ、100円、うん、100円にしよう、うん、100円にして。9番来てる、9番来てる、あれ、いいんじゃない。ちょっと2番だとちょっと無理。
反対から猛追、2番の加藤新平、さらに外を突っ込んできたのが8番の姉と5番の小野、密着するだろうの通り中盤の東の女子とです。どっちどっちほら8じゃない、ちょ見てって、ちょ鈴木さん見てって、あ、ほら来たじゃん、よかった、400円にしとけばよかったね。なんかちょっとビビって300円。はい、今日の結果なんですが、なんと、もともと2720円だったのが11,720円の当たりで合計12610円になりました。ありがとうございます。やっとね、やっと1万円台、やっと1万円台ですよ。すごいですね。これをね、早々にね、10万円にして、早速100万円にして、神戸すごいぞみたいなのを勝ち取りたいと思います。ね、あの、真ん中に乗ってるんですよ、私。ポスターの。スタッフさん冷たくないですか？私、ポスターの真ん中なんですよ。今までビリだったけど、やっと1万円台なんです。もうちょっと褒めてくれませんかね？あ、わかったわかった。ありがとうございました。はい、ということで皆さん1万円台ですけど、これからもいいねを押してください。神戸みゆに清きいいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。神戸みゆでした。あなたの応援がケイリンギャルの軍資金に。応援ボタンを押して一押しギャルを応援しよう。詳しくはケイリンギャルと検索。